このクロスベル、自治州として成立して70年。その70年間はまさに激動の時代とともにありました。幾度の戦乱、そして動力革命、近代化という荒波に揉まれながら、今やクロスベルは大陸有数の貿易都市、そしてまた一昨年リベールにおいて締結された不戦条約の影響もあってか、緊迫していた情勢も大幅に緩和されました。その一方で、急速な都市開発や人口増加に起因する問題も出始めており、新たな政策と法整備が求められています。自治州及びその周辺諸国により良き未来をもたらすためにも、今こそ我々は一丸となって力を合わせ前に進む必要があるでしょう。ですが、今はただ70年という長く大きな節目を祝い、喜びを分かち合うことにしましょう。わずか5日間ではありますが、今年は例年をはるかに超える観光客が訪れ、かつてないにぎわいを見せております。かのアルカンシェルの新作をはじめ、多くの催しやイベントも企画されており、必ずや充実した5日間となるでしょう。大いなるエイドスの皆のもと、今ここにクロスベル自治州創立70周年記念祭の開催を宣言します。こりゃ確かに熱狂的なファンがいるわけだよ。
イリアもすごかったけど、リーシャさんもすごく良かったわ。あのエリアがあれほど入れ込むのもわかるわね。そうだね、プレ公演の時よりもさらに息がぴったり合ってるみたいだな。そういえば例の事件はあなたたちが解決したのよね。この前イリアに連絡した時にあなたたちのことをすごく褒めていたわ。いずれ事件を題材にした舞台を企画して特別出演してもらいたいとか。いやさすがにそれは冗談なんじゃ。どうかしら。彼女との付き合いは長いけど割と本気だったりするのよね。ま、すぐに気が変わることも多いから大丈夫だとは思うけど。そう願いたいよ。なんかあの人に強引に迫られたら断りきれない気がするんだよな。あれでも結構気を使うタイプなんだけどね。そういえばランディ君には悪いことをしてしまったかしら。チケットがもう一枚あったら一緒に誘うところだったんだけど。気を使う必要ないって。俺たちアルカンシェルからは別にチケットをもらっているしさ。それに今頃ランディセシル姉の後輩の人たちと楽しく遊んでるんじゃないか。普段忙しいからゆっくり息抜きしてほしいかな。そういえばロイドたちも休暇は今日までなのよね。ああ、記念祭中は警察の仕事も相当増えるしね。この前の事件のご褒美に初日だけ休暇をもらえたんだ。お疲れ様。そうそう、今日はうちで夕食を食べていってくれるんでしょ。お母さんたち楽しみにしていたわ。うん、ごちそうになるよ。でも夕食までまだ時間。祭りの様子を見物しに行こうか。あ、ごめんね、私これからちょっと待ち合わせをしちゃってて。で、あ、待ち合わせって、まさかひょっとして。ああ、これからイリアのメゾンで会う約束をしているんだけど。なんだ。あ、ほら、例のリーシャさんを紹介してくれるらしくって。よかったらロイドも来る？お互い顔見知りなんでしょうし。いや、女性ばっかりの集まりに野郎が邪魔するのもなんだしさ。というかなんとなくイリアさんにいじられそうな気がするんだよな。遠慮することないのに。まあいいわ、今日は付き合ってくれてありがとう。私も夕食には戻るつもりだから、ロイドもそれまでにはうちに来てね。ああ、わかったよ。タイミングが悪かったな。もうちょっと兄貴みたいに積極的になれるといいんだけど。お、ランディとセシル姉の後輩の。ああ、弟くんだ。やっ、あれれ、確かセシル先輩と一緒だったんじゃないの。なあ、なんだか友達と会う約束をしてるらしくて、ちょうど別れたところだったんです。あら、そうだったの？残念だったわね。何のことでしょう。おいおい、ちょっと待て。まさかセシルさん、どこぞの男と会ってんのか。イリアさんとだよ。リーシャも一緒みたいだね。そうか。って、それはそれでめちゃめちゃ羨ましいじゃねえか。あら、ランディさん、私たちよりセシル先輩やイリア・プラティエの方がいいってのかつもり？
いやー、めっそうもないっす。なんだったらロイド君も私たちに付き合う？これから公安区の公演であるミニライブに行くところなんだけど。へえ、面白そうですね。それじゃご一緒しようかな。お、付き合え付き合え。それじゃ弟くんもゲットしたことだし、公安区に向かっ。さてお前ら、休暇はちゃんと楽しめたか？代わりと言っちゃなんだが、今日から最終日までの4日間、たっぷり働いてもらうつもりだからよろしく頼んだぜ。ふう、わかりました。しかし5日あるうちの初日だけしか休暇がないとは、正直ケチすぎるんじゃないですか。まあそれだけ警察全体が忙しいということなんでしょう。警備や巡回の仕事は初日が一番忙しい。まあそういうことだ。一応市長暗殺を未然に防いだご褒美ってわけだな。本部も記念祭中については雑用を回すつもりはないらしいぜ。その分支援要請の数もかなり来ていそうですけどね。観光客も普段の数倍はいそうですし。せっかく名前を売って遊撃士の人気の足元くらいには届くようになってきたんだな。ここらが頑張りどころじゃねえか。まあそれは確かに。なんかうまい具合に騙されてる気がするんだが。ああ本当なら看護師の子たちとミシュラムあたりに遊びに行きたいんだけどよ。ミシュラムという公安区からの遊覧船で行けるテーマパークですね。ミッシーがマスコットとして働いているそうですけど。ミッシーって、ああ、あの猫の、あのキャラは前から知ってるけど、テーマパークってのは3年前にはなかったはずだよな。ミシュラムそのものは昔から保養地として知られていたけど、そこにテーマパークができたのは2年くらい前だったかしら。それ以来すごい人気らしいわね。ああ、前に一度行ったけど、ま、普段から人気のスポットだから記念祭中はごった返してそうだけどな。なるほど、ちょっと興味深いで。あ、課長。とにかく最終日までの4日間は支援要請だけに専念していいぞ。ま、何をどれだけやるかはいつも通りお前らに任せ、毎日要請も更新されるだろうから、せいぜい楽しみにして。さてと、とりあえず端末、場合によったらクロスベル市の外にもある。ええ、アルモリカ村なんかは最近観光で足を伸ばす人も、鉄道と飛行船以外にも陸路で来る観光客もいそうね。ってことは東西の門も普段より通行量は多いってこと。ノエルさんたちも記念祭中は大変そうですね。ああ、おでもあまり根を詰めるとこっち、依頼の緊急度を確かめながら進めた。それもそうか。ま、傍聴。
任せろ。行くぞ。
行くぜ。よし。はい。まか。行くぞ。甘いっすよ。さて、やっ。
よし、エンディア任せて。俺の番だな。そこだ、行くぞ。よっ、いや、行きます。そこです。データ収集終了しました。Thank you.
任せて。はい、行くぜ。よし、よし、エイッディア、行きます。エイ、おっしゃ、ふん、おととい来やがるってな。ここなら釣れそうだな。それ。こんなもんかな。それ。こんなもんかな。それ。敵出現。
面倒くさいです。任せてくれ。よっ、いや。さて、はっ。よかった。注意してください。ああ行くぞ。セット行きます。そこです。俺の番だな。よし、えいっと、えい、はい、えい、はあ、これで一安心です。Thank you.
って。行くぜ。行くぞ。ここなら釣れそうだな。それ。
任せてくれ。
立て直すぞ。お返しよ。行くぞ。やっと。私の番ね。さてと、えい。敵、続けてくるわ。甘いっすよ。俺の番だな。ふん。行くぞ。やっ、やっ。え、さてと、そこです。おっしゃー、つい任せてくれ。えいっ、やえいっ、や。私の番です、ここです。俺の番、ふん。よし、せいっ、よし、上手だ。
私の番です。そこです。任せてくれ。セッティア。任せて。そこ。よかった。Thank you.
礼言ってよ。釣れそうだな。それ。まずまずかな。こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。
ところだ。それ。
ャッハ。どうした？ひょっとして緊急要請か？実はその旧市街の不良さんたち、ちょうど今その人たちが公安区で喧嘩をして。本当か？あいつら証拠にもなく、観光客だって大勢いるだろうに。そうなんですよ。それで警察に連絡。ただ巡回中の警官はない。それで彼らと面識のある分かった。ちょうど、ま、公安区で何があったの？あの辺りだよね。それはさすがに迷惑です。あれあれ、祭りの熱気に当てられ。とにかくこのまま。ええ、そんじゃ。